薩摩美脚は、おさらぎ二郎の小説、および、それを原作とした、映画、テレビドラマ、幕末期、薩摩藩に潜入した幕府の隠密である、薩摩飛脚、神谷金三郎を、主人公とした物語。1932年9月15日に、薩摩飛脚東海編。1933年4月13日に、薩摩美脚健康愛欲編として公開。 制作は日活。スタッフキャスト1938年8月13日に公開。制作は新興キネマ。1932年版の伊藤自身によるリメイク版である。フィルムは現存しないと考えられていたが、2007年にロサンゼルスの全米日系人博物館から東京国立近代美術館フィルムセンターに寄贈された。 日系アメリカ人の友の武のフィルムのコレクションから発見された。ただし、オリジナルがトーキーだったのに対し、発見されたフィルムはサウンドトラックのないサイレントである。現存86分。スタッフキャスト1951年12月21日に公開。制作は松竹京都撮影所。配給は松竹モノクロ、スタンダード。 上映時間は96分。スタッフキャスト1955年11月1日に、前編、11月15日に完結編が公開された。制作は投影。スタッフキャスト1958年10月4日から1959年4月25日まで、読売テレビが制作し、日本テレビ系列で放送。全30回。放送時間は、 土曜20時20時30分。早川電気工業の一社提供。スタッフキャスト他ネット局全国12局同時ネット。1982年6月11日。フジテレビ系列の時代劇スペシャルで放送。スタッフキャスト、ありがとうございます。